おはようさん、こんにちは、こんばんは、アラフィフでございます、バイオショックの続きをやっていきたいと思いますね。行き先はこちらになるんやけども、こっちには進めないのよね、これね。というわけで一回戻ってこう。うわ、何か飛んできたぞビッグダディちゃう、ん？ちゃうのか、ちゃうな。お、リトルシスター、アダムを手に入れるチャンス。お、お、ああ、おお、次はあなたを撃つわよ。落ち着け博士、彼はアダムが少し欲しいだけだ。ほんの少しでいい。この子たちは傷つけさせないわ。大丈夫さ、もう子供なんてもんじゃないさ。テネンバウム博士が世話したからな。お願いだから乱暴しないで。慈悲の心はないの？これは驚いたね。最初に彼女たちを化け物に変えた本人からそのような説教をされるとは。君が彼女たちを化け物に変えたんだろ。いいか聞くんだ、君は奴らが持っているアダムなしでは生きられない。それとも、あのテネンバウムの作り上げた小さな化け物のために自分や私の妻とこの命を犠牲にしようとでも思うか。これを。他にも手はあるわ。これを使えば、ほう、苦しみから解放される。損はさせないようにするわ、絶対に。ほう、おお、ちょっと俺はそういうね、リストルシスターズ、リスキュー、救出するかハーベスト、搾取するかを選択できる。ハーベストした場合はプラスミドの購入に使えるアダムが最大限に手に入るが、リトルシスター自身は、耐えきれずに死んでしまうだろう。レスキューした場合は得られるアダムの量は少なくなってしまうが、テネンバウムが、相応の褒美をくれると約束した。はい、もちろんレスキューですわな。はい、おお、ありがとう、本当にありがとうね。お、正しいと思えるのが容易ではないわ。報いは時間とともにゆっくりと見えてくるのだ。辛抱して。おお、ここがリトルシスターの抜け道。上がれるかい？上がれたな。オッケー、はいはいはい。うん、なんか知らんけども。ほう。もちろん手に入れられる場合だが。ピー。なんかわからんけども、タバコ。タバコはまあええやろ。昔はタバコもよう吸ったもんやけどな。お、い、なんもない。私も昔は吸ってましたね。もうやめて20年経つけどね。お、なんか押してるぞ。ほい。ゴールド。ちゃうちゃうちゃう。おお、アップグレード。がどれほど傷ついていても再生するようだ。だが移植されたウミウシとの関係は非常に密接。なんかわからんけどもアップグレードできるやつやっといた方がいいな。ライフ増加、エイプ増加。それは殺人ではないのですね。持った。むしろ末期患者から生命維持装置を発行するわけだ。ライフ。ライフ。はい、ほんほん、
ああ、もうこんだけしかなかったのね、要は。ですね、ちょっと。はい、ちょびっとね、不意の物事が、こちらの方で起こりましたので、ちょっと、抜けましたけどもね、はい、ご容赦を。というわけで、続きですね、今ここで体力を一つ上げましたね。お金持ってる量がもう極めて少ないので、それを上げるぐらいしかなかった感じですね。で、こちらに行けですか。なんかプラス緑とかが落ちてればいいんだけどね。銃な。と切り替えね。弾丸ピアッシングブレッド、アーマーピアースで多分貫通弾っていうことやろうな。強いね、普通の弾丸で。マシパックショット、エレキショットしかないよねこれはね。でマシンガン、こっちはこうね、これが普通な、普通玉にしといて、まあまあまあこうかな。一応とりあえずインフェルノにしておこうか。これまた戻ってきただよね、ここね。でなんかい、ちゃうちゃうちゃう、こうかしゃがみを忘れてるな。ほう、ビッグダディと戦う時が来たようだ。かなり手強いが、リトルシスターが持つアダムへとたどり着く唯一の方法だ。ほうほう、はあ、はあ、ビッグダディとやれてか。もう戦いが始まっている。これはあかんわな。チャンバー開けて、武器を変えて、マシンガンのアンチパーソネルラウンド、アンチパーソネルラウンドにして、ビターチャンバー、ここ、どこで戦えとな。ここか、ここの上。今はで、ちょっと待って、他の銃もパックショットじゃこうやな、ピアシングブレッドにして、これでいかなしゃあないな。でこちらの方は何しようかな。テレキネシスか。テレキネシスにでもしといた方がいいかもしんないね。あれがヒレ肉ですって。ニューヨークのホテルであんなものを出したら、あなた不要物のお別れ。おおおお、間違うわ、すぐにな。敵がいてるのかいてないのか。
た。一撃でかい、一撃がでかいぞ。わわわわわわわ、いた。手強いなんちゅうもんではない感じがするな。いつは倒せるんか。はあ、はあ、と、こうか。あんなもの倒せるのかどうかがわからないけど、外科、外科、あ、外科か、外科やな。なんかすげえ叫び声が聞こえとるけども、ほいほい、ポテトチップ、逃げる逃げる逃げる。病気と仲良くしてるわ。いて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 。もうないのか。イブないのか。わわ。いい、怖い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 。いた。いい。うわ、どんだけ強いねこいつ。うわあ、走り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 。動け。ガン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 。強いやろ。あれは。どんだけ強いね。やり直しかな？一から。だろうな。これは持ち物なさすぎやろ。でもなんか落ちてないか。アイテムパッ言うてもな、購入仕様にも200円、あ、あるのはあるんだな。あ、買ってもたね、なんかね、こっちやな。イブ、これ高騰しかないわな。で、これ普通玉か。ピアスティングブレッド。じゃな、だいぶ減ってるのは減ってね。そこはあかんやろ。一応
何のあれもないからとりあえず、敵は減ってってるようなのでこのまま続けましょうね。これでどうじゃ。どこにいてるんじゃ。丸押してるっちゅうね。もう追い詰め方がたまらんなこら。強いわ。マシンガン、普通マシンガン、いいか、いいわな。ビッグダディ強いやろ。お金いただくず、この辺をもらっとかんとな。で、これか、どこへ。何今の。燃えてる燃えてる燃えてる燃えてまい。あれ当たってるのか。普通のやつにやられるのはなんか気に食わんな。看護師どもは私を嫌ってる。批判するのが好きな連中だ。こっち、え、どこで復活したこれ。こっちか。なんか関係ない。うわ、いい、てててて。て、ん。燃え尽きとるね。で、行き先が分かんなくなってるよ。どこから、全然ちゃうとこに来てるんか。こう、こう、これメディカルかい、ここ。潰れてるね。上、全然違うビタチャンバーから出てきた気が。前に来たところやろうとは思うけど、メディカルパビリオンはメディカルパビリオンやな、これな。いけへんわな。はい、ちょっと注入しとこう。いけへんもんな。やっぱこっちか。こっちはいけへんから、やっぱこっちしかないわな。こっちに来たはいいけども、行きようがないからな。やっぱ下か。前に来てるわな。メディカルパビリオンの
どこのビタチャンバーから出たんじゃ。これさ、ここはさっき来たね。それは例外なしに全て危険です。発生場所のわからない溝を見つけたらすぐに報告しましょう。なんか行けへんぞ。回復したので、ここはこれでいいんやな、たぶん。あ、なんか敵が一瞬出たのかな。そうやな、ここやな、戦ってたとこ。おいで。こっちか。ほい。ビッグダディはどこか消えたのかな。どうなったんや。この辺でドカンとやられて殺されたような気はするんやけどな。開いた。ここも開いた。そこしか、そこっぽいな。ここやな、行き先はな。結局ビッグダディにはやられて終わりかい、わしゃ。こちらで何かないかな。なあ、メアリー、今晩のビッグゲームを見に行かないか。ライアンレイダースの試合があるらしいぜ。いやよ、アトラスの手下がうろうろしてるって話聞いてないの。ちょっと待ってくれ、メアリー。今アトラスたちが何か入っているわけではない。はい、家族とフォートトリックやアルカディアに出かけたり、買い物も。これにしとこう。ビタチャンバーだね。こちらやね。ここかい。あ、これさっき来たよな。誰か？役立たず、クズ。は？いていて。ういほほ。うい。ちょっとは。よしよしよし。これでいいわけか。スプライサーさんたちがまあたくさん死んでるけどね。今んとこでいいわけかな。こっちか。なんかこれさっきからここ来てるよな。うい。どういくんや、どういくんや、どういくんや。こっち側に来いということやったんやろうけども、いやな、やっぱりな、正しい道やわな、こうやわな、ほなな、やっぱりな、
こんなとこが行けへんのよね、ここがね。なんか行けそうで行けないというのがあって、これか、こうか。セキュリティ警報解除、ご協力。ああ、これで行けるようになったのね。どうやったかは知らないが、よくやったな。これからポートネプチューンまで来てくれ。君と会えるのを楽しみにしているよ。ほう、やっとこさ越えた。オッケー。これか、潜水球使うのね。はい、まだこのリトルの、全員レスキューかハーベストし終わっていない。能力を増強する彼女はアダムを得る必要がある。アダムを手に入れずに先に進んでしまうと生き残るのが非常に難しくなってしまうかもしれない。キャンセル。はい、ここでまだその戦えということで、リトルシスターがどこぞをフロチョロしてるのね。ここはだからもう見たやろ。ここはええわな。確かにビッグダディはおったからな。結局倒さずに、出てきてしまっているので、ちょっとビッグダディをやっぱりやってしまわないといけないということのようなのでね。よいしょっと、こうかな。ビッグダディ。どこにダディ様が。ビッグダディがどこかにいないといけないのよね、結局ね。地かな、やっぱりな。大体は場所的なことはおう、こうやな、やっぱりここ。戦いのあるところはここだわな。自販機はたくさんあるのでね、ええけども、なんか下劣な仮想に。いた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 。こいつうざい。いたいた。ファーストエイド使ったからもうないわな。あ、撃たんでもよかった、もったいねえ。あ、終わったか、やったか。うへへへ。レスキュー、ん？はい、レスキュー。はーい。ちょっと怖いわね。でも普通になって。よろしかったですな。はい。あ、ピストルね。弾欲しいね。あ、こんなのなってんのかい。バウンサー、こ焼け焦げて、まあ。これでいいようや。これは何や。エヴァ注入器みたいに見えるけど違うのね。まあ一応これで進んでもええような。あ、帰ってくるのね。海の時間、ミスターバブルス。どっこいしょという
はい、変えちゃった。オッケーオッケー。ね、何もなしか。もうちょっと何かが欲しいね。な。おっしゃ、オッケーや、ということやね。これで帰ったらええねけども。ここは玉かな？こっちが？まあそのまま行くか。でどこから帰るんやったかな。道が分からへんというね。また何や言う喋っとんのが言ってるよん。のしのしと、これはててててて、怖い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 、ふふふ、走り回りながら戦うんだろうな。来た、あ、死んだ死んだ。強いなやっぱり。これはこんなんでええのか。もうでもリトルシスターいいひんように思うからな、掘っていった方がええのかな。オッケー、びっくりしたわ、包帯。で物があればええんやけどな、こうやってな。全くちゃうとこに。これ前に来たとこやな。こう生き返る場所が。いろんなところで生き返る境になんか分からんようになってくるね。はあ、ははあ、これ前来たな。まあまあどこもかも全部前来たんやけどね。いって、こんなんばっかりかい。このクズ、ういお、なんかある、あそこに。おうおう、あ、いや、撃たんでもよかった。この向こうに行きたいね。うわわわ、すごいな。なんか落ちてるぞ。お金。よいしょ。こっちか。痛い。よいしょ、こうか、こうやな。よし、ほんとパックショット、おお、ありがたいありがとう。弾、あるんだね、いろいろね。本当に助かったわ。お、パワーアップ。コンバットトニック、レンチ使い。レンチ使いを組み込めば、
状態の、筋骨が増強され、レンチをかつてないほどの、腕前と力で振り回すことができるでしょう。はい、レンチ使い、これやな。戸棚マガジン、おお、いろいろと手に入ったね。おい、お一撃やったやった。おい、レンチ使いな。なんか光ってるから、なんか取れそう、取れたな。はい、一応再現。見て、死ぬ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 。あ、死んだ。そんなんもったな、そういや。こっちかい？これ今来たとこかい？あったあったあった、まだこれか。こっち来たらあかん。あ、ここやな。ここか？ほんまに。ここやな、ここやわ、ここ。行き先はな、またわ、地べたを這い上がって、下からわし。スモーク、どこや。う、死ぬわ、ほんまに。スモークなんか焚き上がって、これか。はあ、はあ、医者みたいなのが出てくるのね。ライフステーションを探せになっとね。はいはい、こっちやな。ビッグダディだ。もうねえ、リトルシスターいいひんかったら戦わへん方がええようにも思うしな。なあメアリー、今晩のビッグゲームを見に行かないか。ライアン・レイダースの試合があったしぜ。いやよ、アトラス。ビタチャンバーはええねん。今アトラスたちから逃げるってことは、ヤツらに屈したことになるんだね。こっちやな、ここや。行き先はな。で、まだ何か言うかな。もう言わへんやろ。そやね。ネプチューンバウンティ、いやー、よう死にまんな。まあまあええんやけどね、進めればとりあえずええからな。これ昔やったんやけども、まあまあ。ようやったよな、結構難しいよね。さあ、ネプチューンバウンティーへゴー。お、出たよ。お、なんかいろいろします。バックショット、マシンガン、権力があだとなってしまったのかもしれない。もしかするとただ単に人間が嫌になったのかもしれないが、どっちにしたって聖書、いい連中は死んでしまった。僕の家族はフォンテイン水産に隠された潜水艦の中に。なんか落ちてるのか。
フォンテイン水産に行くという場所やな。遺伝子アップグレードプラスミドステップ1カテゴリーを選択。フィジカルトニック前は、お金をいただいたと。こっちに行くと戻れないということやな、多分な。もうええかな、何もこれってこれがビタチャンバーや、これがな。ここから、復活するので、 これを見とかなあかんのか。一応包帯、あ、一応ちょっとは治ってるということやな、これ。なんか羊たちの沈黙とかそういう風なもんを想起させる雰囲気ですな。えい、何も行こう。ここやね。もうこれで帰れないので何か落ちてるけど、これは関係ない。ここか。はい、私の庭に御用かい。おお、なんか怖そうなのがいてますね。ほい、ファーストエイド。ほい、ライフステーション。お、時は風のように去っていくよ。スプライサー、これかライフステーション。ほい、あ、治った治った、助かった。まあファーストエイドは持っときたいからね、やっぱりね。ビッグダディが歩いてますが、もうちょっと強くなってから戦いたいね。やるとしたらね、あんなボロボロになるからね、どっちにしてもな。下降りて、何か、ま、ん、なんか撃たれてました。撃たれてる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 。痛いな。あれはあんなとこにタレットはあかんやろ。痛い。ところにタレットは許されへん。と、ビッグダディが、あのとこにおられても困るな。なんか何かが落ちててほしいけども、よしと。いきなり攻撃かけてくることはないと思うんやけどな。何じゃこれ、魚かや。魚でしたね。これでいかなしゃあないのかい。ちょっとね、あんまり戦いたくはないのよ。
顔してるよ。ほう、パワーアップフィジカル。ほう、医療専門家があればファーストエイドの効果がさらに高まり、病気や怪我が驚くべき速さで治ることでしょう。もはや医療専門家なしではファーストエイドなんて使っちゃいけません。はい、フィジカルトニックを拾いました。フィジカルトニックは腕力をはじめ身体能力を高めてくれます。プラスミドおよび、その他の種類のトニックとは独立して装備します。はいはい。聖書に書いてあったから俺たちは違う。またか。イブ注入器ね。で、なんかある。あれ、マガジンね。ファーストエイド使っとかなしゃあねえなこれな。で、はい。指示があるまで潜水球はロックする。ライアンの指示で遺伝子装置を組み込んだからだ。今はライアンと彼の部下だけが特別な許可でも使える状態だ。ただイアスカの話だとロックはかなり甘いらしい。だから兄弟だろうがいとこだろうが身内なら誰でも使えるって話だ。どこや、あいつか。死んだ死んだ。よう出てくるな。体力が足らんぞ全然な。ねえ、インフェルノでいいのやろな。敵対するものが全部敵っちゅうね。びっくりしたわ。そこにいてくれたら困りますんですがね。ヒント、はいはいはい。ちょっと怖い怖い怖い。あんなとこ。やられやすいね、ほんまにこれ。戦い方がまだちゃんと分かってないっちゅうのがあるんやろな。
ほうほう。まあまあまあ、たくさん。あ、こっちか、行き先は。こっちは行く必要ねえの。投げまくるんかこいつは、ほんまに。よし、回復しといて。グレネードボックスか。何もね持ってないよね。なんか光ってるから、ほい、ファーストエイド。よっしゃ、こんなもんかな。はい、まあまあ、というわけで今回ここまでということにしておきたいかなと思います。なかなかのやりごたえ、敵が非常に強いというところがね大変ですけどもね。マガジンね取っといて、あ見なかったことにしといて、ちょっと違って、ここからはね、この先ということで、はい、どうもご視聴ありがとうございました。よろしかったらまた次回お会いいたしましょう。次回もまた死にまくることでしょう。バイバイ。